始まりました。少量チャンネル。翔太です。亮です。少量です。はい今日はうるさーい。あるご報告があります。はい。はい。何個かあるんですけどもね。はい。まず、一つ目。はい。このチャンネルが2年を迎えましたー。イエーイ。2018年の10月31日からだいたい週2回ほどね、投稿し始めて、今日で丸2年となりました、はい、これも見てくれてる、応援してくれてる皆様のおかげだと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今後も引き続き、うん、僕らの動画をね、撮っていくので、うん、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それの報告で、うん、チャンネル開設してから月曜日と金曜日に動画を上げてたんですけども、それをなくします。その曜日の固定をね、なくして、今までですね、はい、月曜日の夜9時と金曜日の夜9時に動画をアップしていたんですけれども、それをなくしたいと思います。まあでもその代わり投稿の頻度が減るとかいうわけではなくて、上げれるタイミングで動画を上げていこうと思うんですけれども、今後は週に3回とか2日に1回一遍とか3日に一遍とか動画を上げていこうかなと思っているので、動画自体の投稿は増える予定だよね。そうだね。頑張って増やして投稿していこうと思っていますので、よろしくお願いします。まあ、あの動画アップするときはですね、事前にインスタだったり、ツイッターで告知をしますので、楽しみにしていってください。時間は21時と変わらずやっていくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まだあります。はい、何でしょう。私26歳になりました、僕。おめでとう。ありがとう。はい、それだけです。なんだそれ。いやいや、別に特に。まあ、いい年の取り方をしていきたいね。そうだね、うん。もっともっといろんなこと挑戦していきたいなと思ってます。はい。はい。で、続いて、あ、そうそう、一番大事。実は、これがメインなんです。この度、僕らのグッズが販売されます。いや、もうずっと、作りたいって言ってて、ようやく、今から買えるんです。もともとね、僕らの動画のキャラクターがいるんですけども、まずコアラの形の、これが僕をモチーフした超コアラくん、こっちはリョウをモチーフとしたリョウヒョウくん、2体がずっといたんですけども、今エンディングとかでちょろっと出てるかな。で、そのキャラクターをね、グッズにしたいっていう風には2人でも言ってて、見てくれてる方たちもグッズ欲しいなっていう風に言ってたんですけど、なかなか遅くなったりしちゃって、ようやくできることになりました。まあ、詳しくは概要欄に載せとくんですけども、今回つづりというグッズ販売のサイトから出させてもらってて、全部で15品、マグカップから T シャツ、パーカー、缶バッジ、ステッカーなどなどなど、トートバッグもあったりするんですけども、それらが今の時間からですね、発売されることになりました。これはですね、実は発売には期間があって、今日の今からの時間から12月25日までの期間限定で販売したいと思います、はい、なので早めにお買い求めください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ可愛いよね。可愛かった、イラストレーターの永田舞さんにまたお願いして、いろんなねポーズを描いてもらって、すごく可愛くできてるので、ぜひぜひ一緒に使っていければなと思ってます、はい、はい。もうキャラクター自体がすごく可愛いから、普段使いにもできるんじゃないかなと思う。そうだね、はい。というわけで、この3つのご報告をさせてもらいました。はい、はいはい、はい、というわけで今回のですね、ご報告動画はここまでにさせていただきます、グッズの販売の関しては詳しくは概要欄に載ってるので、そこも見てもらいたいと思います。はい、はい、はい、というわけで、グッズが欲しいなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。